はい、こんにちは、こんばんは、どうも、亀です。ということで、今回なんですけども、省エネレベル12と、省エネレベル13についてね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。あのですね、僕今ね、あともうちょっとで省エネレベルが14になるっていうところなんですよ。で、ドベサバとか、あと、レイブーンサバとかですね、結構ね、その省エネレベル12と13の方って結構いると思うし、逆に省エネレベル12ですね、そう、あと省エネレベル12、あと、省エネレベル13になろうとしてる方って結構いると思うんですよ。で、今回ね、もうその時って何をしたらいいんだと。うん。主に何にですね、まあ力を入れたらいいんだと、いう方結構いると思います。はい。結構いると思うんで、ちょっと今回ですね、それについて僕ちょっと紹介していこうかなと思います。ぜひぜひ最後まで見ていってください。でですね、まず一つ目なんですけども、省エネレベル12とか13になると、これがね、これが始まるんですよ。新世紀ですね。そう、新世紀が、マジでこれね、結構きつくなってくる。本当にね。省エネレベル、もう12でもいけるんかな？これね、まあ、最終レベル38とか、で、高知工場が60なんですよ。60ね。これね、確かね、省エネレベル12か。そう、省エネレベル12になってから、いけるっていうことなんですけども、もう本当に高知工場、マジできつい。でね、多分ね、結構何回かやってきたら、その、攻略方法とかわかるんで、まあ楽になってくると思うんですけど、最初はマジで苦戦する。うん、絶対に。で、ショットガンですね。もうこれね、高知工場も、この荒野もですね、絶対にショットガンないとマジできついから。うん。A2 とか、サブマシンガンとか、まあいいんですけど、もう本当にショットガンと全然違う。うん、まず、火力がね、火力が違うんですよ。本当に。ね。多分ね、一番ね、その AN とかあるんですけど、それより火力出せます。ショットガンは、マジで。まあ発電所もね、最終レベルが、まあ52からということなんですけども、本当に省エネレベル12になってマジで苦戦する。でね、まあショットガンですね。そう、ショットガンと、あとマテリアルですね。これマテリアルがね、マジできつくなる。で、マテリアルの集め方ですね。まあマテリアルに、変換する物資のおすすめっていうのは、ちょっと動画にしてるんで、そちらを見てもらいたいんですけども。はい、それではですね、続いてなんですけど、これマテリアルにですね、ちょっとマテリアルにね、やっぱり困っている方はいると思うんですよ。で、テクノロジーです。大事なのは。本当に。で、僕ね、ちょっと今つけれてないんですけど、そう、ヤエチがね、まあ、いけてないんで、あれなんですけど、僕が巻いてヤエチとかって、もうずっとこれつけてたんですよ。個人のね。マイ配置か。マイ配置っていうのがあるんですけど、これずっとひたすらつけてました。でね、これ何が強いかっていうと、マジでマテリアルにね、困る方はマジでやっといた方がいい。そう、これ、効果見ただけでめっちゃ強いんですよ。そう、10% の確率で素材を消費しませんということで、10個やって1個消費しない。これマジで強いよ。マジで強い。うん。そうそう。でね、制作時間が、マイナス 15% ということで、結構早くなるね。15% は結構早い。なんでこれね、マテリアルに困ってるっていうことは絶対やっといた方がいいです。で、新世紀やるとマジでなくなります。マテリアル、本当に。ね。まあ、例えば、このね、ウイルスですね。ウイルスに、まあ、使いますし、これ、ウイルス学者かな？そう、ウイルス学者はまあ、もう絶対に使います。ウイルス学者の方は絶対に使うし、で、これもですね、もちろん使います。これね、まあ、感染者ですね、ゾンビに対しての、ダメージが、上がると。そう、上がるんですよ。で、これね、回復。マジで使います、これ、回復。ね、弾丸箱も使うし、マジでね、マテリアルもマジで大事です。本当に、マジでしか言ってないね、今。省エネレベル12と13になると、マジで多分1日ね、5000円ぐらい使うんかな、マテリアル。ちょっとわかんないんですけど、もう本当にそれぐらいね、まあ、やる量とかによりますけども、結構使います。なんで、このね、テクノロジーと、あと僕がね、この前紹介したマテリアルに変換するおすすめの物資っていうのをやっておくといいかと思います。はい。でね、まあね、なかなか、クリアできないっていう方もいると思うんですよね。まあ、武器が強くても、まあ、ちょっと難しいと、そう、攻略方法がね、まあ、結構辛いっていう方は、ウイルス学者をおすすめします。これね、新世紀ですね。そう、新世紀ではマジで強いですから、ウイルス学者。ね。PVE 要素とかっていうのが、結構ね、新世紀ですね。そう、新世紀がですね、これ実装されてから、マジで PVE 要素が多くなった。本当に。でね、まあ、なんていうかね、ナーシー種とかあるんですけど、もう基本的に PVE 要素が多くなった、これね。確かね、アップデートですね。超大型アップデートで、これね、確か追加されたと思うんですけど、これが実装されてから、マジで多くなってるんですよ。PVE 要素っていうのが。なんで、ウイルス学者っていうのはかなり強いと思う、今。
はい、それではですね、まあ続いてなんですけども、本当にやっておかないといけないっていうことがあって、でですね、このね、ガチャなんですけど、これね、ガチャなんですけど、これ、ね、結構わかんない部分があって、これ制作レベル60以上になると獲得できるんですよね。このね、そう、サブマシンガンとかが獲得できるんですけど、ここで気をつけてもらいたいのが、制作レベル70になると獲得できますっていうところがあるんですよ。これね、本当に気をつけてほしい、マジで。これ運営さんの罠ですから、本当に。あのね、これが欲しいと。うん。このね、まあ、ゴミ虫って言われてるんですけど、そう、36とかね、あと AN とかあるんですけど、これが欲しいっていう方は、マジで気をつけた方がいいよ。でね、このスーパー合成とかってね、これね、1個ずつなんですよ。ね、そうそうそう。これ制作レベルが上がっていくごとに、なんとか合成っていう風にね、上がっていってるんですけど、この究極合成、あ、制作レベル60で終わりなんかと思ったら、実はですね、これ制作レベル70がここに究極合成と一緒になってるんですよ。これマジで気をつけてほしい。うん。障害レベル13とかの方はね、そうそう、障害レベル13とかの方はこれマジで気をつけてほしいんで、これね、制作レベル70になったから必ず引きましょう。これね、マジで、本当に。そう。あのね、フレームアーマーとか、マジで強力なね、そう、これフレームスパイとか、マジで強力な、防具あります。あるんで、これは絶対に気をつけましょう。本当に。これ気をつけましょう。制作レベル70になってから必ず引きましょう。ということでですね、まあ、それぐらいかな。それぐらいかな。まあ、まあ、いろいろ他にもありますが、一番大事なのは、新世紀です。新世紀。本当に新世紀大事ですから。これね、そう。マジで、12とか13になると、新世紀が重要になってくる。うん、新世紀をどう攻略、どう楽に攻略するかっていうのが、かなりね、大事になってきますので、まあ、それを対策にですね、考えてみてください。はい、それではですね、今回ちょっとこれで終わるんですけども、その前にですね、荘園コンテスト、荘園コンテストの、ね、結果発表なんですけど、めっちゃ遅れました。すいません。iTunes カードやったっけ？そう、ギフトカードとかなんですけど、僕本当にちょっと忙しくて、買いに行く時間もちょっとね、そうそう、ちょっとなんとか確保できて、で、なんとかね、まあ、Twitter の方で、まあ、渡してたんですけど、もう本当にですね、また、第2回も多分やるかな多分やるかな、うん、ちょっとやらんかったらすいませんね、そう。やると思うんで、ぜひぜひね、そちらの方もよろしくお願いします。ちなみにですね、まあ、優勝というか、もう良かったなっていう方は、ミルラさんですね。はい。はい。ということでございます。まあ、感想もね、ツイッターの方で、ツイートしてますので、よろしくお願いします。それではですね、今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、ちょっとすいません。もう一つちょっと言い忘れてたことだった。本当に。これね、マジで申し訳ないんですけど、放射高校なんですけど、これちょっとね、僕ね、ちょっと時間がなくて、ちょっと一日中できない時があって、で、ちょっと放射量リセットまでに間に合わなかったんですよ。これね、0時までにね、ちょっとリセットあるんですけど、間に合わなかった。これマジで申し訳ない。でね、まあ、こっからですね、どんどん、まあ、やっていくんですけど、本当に気をつけてね、ちょっと0時までになんとか間に合うように、やっていくんですけど、もうすいません、本当に。これね、ちょっと放射量ね、ちょっと見捨てしまったマジで。ちょっと申し訳ないんですけど、これなんとかですね、まあ、ちょっとできる限りのとこ、まではやって、まあ、動画にね、これからしたいと思いますんで、ぜひぜひね、攻略動画の方もよろしくお願いします。もう本当にね、これね、放射高校でもね、正直言って、再生回数ちょっと伸びにくいっていう部分もある。ね、別にね、再生回数伸びにくいからって別にやらないっていうことではないんですけど、そう、ちょっとね、遅れてしまってる。ちょっとね、1回、そう、10回分。ね、ちょっと時間がね、遅れてしまったんですけど、これマジで申し訳ないんで、はい、ちょっとすいません。ちょっと雪降ってきたね。これ雪降ってきたね。これね、言っていい？これ、積もらせてほしかった、俺。これ、雪。ちょっと本当に、運営さんちょっと積もらせてください。ドビ山みたいにさ、ドビ山とか白木みたいにさ、ちょっと、なんとかですね、積もらせてほしかった。マジで積もってたら100点やった。俺はマジで。ということでですね、ちょっと申し訳ない放射高校と。でね、ちょっと本当にまとめてね、ちょっとまとめて紹介して、で、ちょっといろんなことをですね、ちょっと皆さんに詰め込んでしまうっていう形になっているんですけども、本当に申し訳ない。まあね、今回ちょっと省エネレベル13と14のね、ちゃうわ、12と13ですね、やることなんですが、ぜひぜひちょっとチャンネル登録もね、よろしくお願いします。もう本当にこれね、ちょ、2回挨拶してもったね、2回挨拶ね、してもったんですけども、今度こそ、本当に終わります。はい。それではですね、今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今度こそ、ありがとうございました。